はい、こんにちは、こんばんは、レイです。てということで今回も動画始まりました。で今回話す内容はね、なんで、婚活系のネタの動画をやりだしたのかっていうのをちょっと話していこうかなと。でちょっとね、思い出していろいろと思い出しまして、ね、婚活歴、自分は3年に満たないぐらい、3年弱になりますね。トータルでだからやっぱ中で本交際とかそういうのやってるから、実質は2年半いかないぐらいなのかなと、ね、いうとか2年ぐらいになるのかなというところになります、実質ね、活動としては。で仮交際以上の人を含めたらもう4名と、あと今回入れたら5名ぐらいにはなってくるのかなというところで、最初に婚活ネタ始めた動画っていうのが2018年の6月の3日なんですよ。で今この動画、過去の動画見ていただければ分かるように24万4000再生いってますね。初めてこれ動画、婚活ネタの動画を自分が上げた時の話ですね。約2年ぐらい前にこの婚活ネタやりだしたと。もともとブログ動画だったんで、今ちゃんとブログチャンネルって名前にしましたんで、スノーボード、釣りの動画、車中泊とかね、ドライブ動画、そういうのばっかりやってたんですよ。で登録者も140人ぐらいしかいない本当に弱小チャンネルという形でねやってまして、ただその代わりマニアックな方がやっぱりね、当時から見ていただいた方がいて、登録者140人ぐらいなのに2万再生超えている動画とか3000、4000再生の動画があったりというところで、やってたんですね。でなぜじゃあこの婚活系のネタ始めたかっていうと、ハッピーユーキさんって皆さん知ってますよね。もう記憶の彼方に行っちゃってる方もいると思うんですけど、あの方が非常に楽しそうにその婚活している現状というのを伝えてたわけですね。でリアルガチ動画っていうのはまさに自分もやりたい分野だったんで、あ、これ面白そうだな、俺もそういえば婚活してたなみたいな、じゃあなんかちょっと喋ってみようかなっつって始めたんですね。婚活パーティー、本当に小規模のパーティー行ってきて、打ちひしがれた内容を言ったわけですよ。本当に。そしてちょっとその頃は婚活してて相手のこう女性たちのあまりにもシビアな態度とか素振りにびっくりしてしまって、ちょっとこうディスってしまったわけですね。そのディスり内容も含めた動画でこういうことがあったよっていうのを伝えたというのが最初ですね。でそれがね、非常に皆さんに受けて、そこからじゃあね、こういうネタ、ね、色恋沙汰っていうのはやっぱみんな人気あんだなと思って、それじゃあやってみようかなっていうのが本当にその気軽なところからが婚活ネタ始めたスタートで、仕事ネタとか底辺からの脱出っていうのをやろうとしたのはストレートラインザクケローニさんっていうね方がいて、でもう今登録者1万5000人とかいってんのかな。で派遣で働いたりアルバイトして、あと YouTube の3本のこのトリプルワークで生計を立ててる、今もそうやってるんだけど、そういう方がいて、そして夢を持って、で自分家の庭に小さなカフェをオープンさせて、そのカフェを運営するという夢があって、それ実現させたんですよ去年ね。それもすげえなと思って、で俺はじゃあカフェとかできないから家を買おうと思ったわけですよ。で彼のスタイルっていうのを、こうやって喋ってね、いろんなことを話すというね、あの人は飲み食いしながらやったりするんだけど、パクリですよ正直ハッピーユキさんとそのザッケローニさんのパクリからまず始めて、その婚活系のネタ、仕事系のネタっていうのをこういう語り口みたいなの、全部2人 のパクリです正直で、ありがたいことにそのハッピーユキさんの視聴者の方ね、コアのファンの方が未だに自分のところ来てくれて、一部の方は婚活サミット座談会の方に参加していただいてると、そしてあとは未だにコメントね、たまにくれて、こうよこしていただいてる方がね、いまして、その方もハッピーユキさんのね視聴者の方なんですよ。そして、
まあこういうね婚活ネタをやるとハッピーユキさんもいろいろとこうね面白おかしくやろうとして、なんか動画中心に なりつつあったりね、してまあ視聴者の反感を、まあ、買ったりなんだっていうことでいなくなってしまったというね。まあ本当にだからその彼女ができて彼女と結婚するために転職活動したりダイエットしたりっていうのをやってたわけですよ。で多分そっちへ本当にもうやろうと、まあ、いろんな反響が悪い方の反響が多かったっていうところでね、まあ、それは自分の悪い方の反響すげえ多かったんで似てんなっていうところもあったりして、で実際そうだよね、多分ね2000人以上の方が自分の元から去っていってるんですよ。で今ねいいんだか悪いんだか本当にアンチ勢の方ともう固定ですよ、一定数のアンチ勢の方とあとは本当に応援してくれてる純粋に応援してる方とどっから自分の動画を人気のこの人気のない動画を発見したんだか分かんないんですけどこの半年とか1年以内でファンになっていただいた方に今支えられてる状況になってますね。だから本当にコアな動画ですよ、もうマニアックな部類に入ってますんで、まあ、自分の思った通りには今なってはいるんですね。近所の有名なおじさんになりたいなっていうのがまた一つの一段階目の夢ですんで、だから一つ一つ今、まあ、ザッケロニさんじゃないけれども有言実行でやっていってると。だから底辺の生活から始まって安定した仕事を手に入れるっていうのと家をいつか買うっていうのと結婚するという3つのまず柱の、ね、目標があって、で、まあ、起業したいっていうのも実はあったんですよ。でこれ言うとね非常に叩かれやすいんだけどもまあまあ散々叩かれたんだけども、別にこれは年取ってからでもいいやというところで、まあ いつかね叶えばいいかなというから、まあでも3つかなと、いや目標としてはね。で今だから安定した仕事っていうのは今現在の仕事が安定してますって家買えるぐらいになったんでね。であとは家を買うという夢を叶えたわけですよ。あと嫁なんですよ。この嫁だけがね今ねなかなかね叶わないっていうねところで、まあ本交際にもなるんだけども、まあ、状況がいろいろあるわけですよ。そういうね宗教的な問題だとか、あとはお互いですよ、お互いの気持ちがやっぱり同居人と違いますんで、結婚生活を本当にこの人にできるかどうかって言った時に無理して自分は寄り添ってたところがあったんで、だからでも正直どれもあれですよ、本当になんだろう、最初からイエスですかノーですかって言ったらもうノーですよ。だからお互いがノーなんですよきっと。で、ね、向こう相手の方も相手の女性も多分妥協して寄り添ってみたんだけどちょっと違うなというね形に今終わってるというところで、お互いがだからお互いのベクトルが違う方向いちゃってるだけの話であって、でまあなんていうかなこう縁という部分もありますんで、なかなかその良縁というね良い縁というのが、まだねこう、まあ、しっくりきてねえんだからっていうところもあったりと、でまあいろんな反省点ももちろんありますよ、ありますけれども、まあそれをやれるねところは全部今変えてって、やれるところから変えれるところから今変えてって、実際ねだから本交際一応ちゃんとね本交際まではいけてるわけですよ。だってこれ改善してなくてもどうしようもないやつだったら本交際すらならないからね、まあ、そこだけはちょっとね分かっていただきたいなと。そしてね一部の方でねよくねしつこく言われてるのがね女性軽視してるとか言うんだけど、いや何の話だと、全く軽視なんかしてませんので、それは自分たちが受け取り方がね、あなたたちの受け取り方がそう思ってるだけで、俺自身は全くそんなことしてない、ね、軽視している生物と一緒なものだと思ってないですからね。そういうもし軽視してるならね、そういう生き物と、もう軽視をしている生き物、軽視対象の生き物と、なんでわざわざ一緒になるのってなる気まず全く起きません、そんなことは。だからしてませんのでね、非常に女性大好きですし、そのやっぱり男にできないことを女性はできる、ね、女性ができないことを男ができるっていう、ね、お互いができないことがあって、だけどそれをフォローし合って一緒になることによってお互いの補い合いという部分で、できないことをフォローし合うという形が
まあ、結婚生活の在り方なのかなというふうに思ってるんで、協力できる相手という、協力し合える方っていうのを探してるわけですよ。それなのに、ね、軽視っておかしな話でしょ、だって。それは一番最初の頃の動画は確かにあの、ね、ディスりましたけどもディスりましたけどね、多少ね。だけど逆にも、あの逆もしかりなわけですよ。うん、まあまあ、それは置いといて、今一応なんで婚活動画を始めたのかっていうのは、あの、まあ、そういうね、ハッピーユキさんのパクリとかね。で、仕事系はそのザッケローニさんと、あの銀馬さんっていう、ね、あの車を運転しながら愚痴を吐くという、ね、あのスタイルを、真似して、同じようなこうテーブルで語り癖をね、語り草をやって、まあ、それとね、こんなおっちゃんだけが喋っててもしょうがないんで、こういう可愛いキャラを持っていけば和むかなという裏が実はあるわけですよ。まあ、働いてもらってるんですよ、この子にね。うん、まあまあ、そんな形で、こう、そういう思いがあり、ほとんどパクリですよというね、ことですよ、パクリですよということです。まあ、懲りずにね、これに懲りずに、見てください。また新しくファンになっていただいた方、これからね、リアルガチ、そして一緒にあのこの闇の世界でね、戦っていくということをやっておりますので、共に頑張っていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあ。